乱世は英雄の登場をもって終わりを告げる。応仁の乱より打ち続く指物大戦乱も、庶民から太后にまで上り詰めた英雄豊臣秀吉の手によって終止符が打たれたかに見える。しかし1598年8月18日、その太后秀吉は幼子秀頼を残しこの世を去る。秀吉の死により天下は再び騒然となり、そして二つに割れる。我が天下を取るとき一人、誰もが認める最実力者豊臣家五大老筆頭徳川家康の勢力と、豊臣家のご意向をかぐらせ秀頼公の天下を揺るがす者は誰であっても容赦はせぬ。その才能を太后に愛された豊臣家五奉行筆頭石田三成の勢力、二つの勢力は暗闘を続け、迎えた1600年、劣勢に立たされた石田三成が家康討伐の檄を発し挙兵する。徳川の大使か豊臣の大義か。全国の諸大名は徳川家康を総帥とする東軍と、豊臣秀頼の執権石田三成を総帥とする西軍の二つに分かれた。天下分け目の決戦が今始まろうとしていた。